キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあサバイバルポジション楽天編でございます。はい、うん、ねえ、うん、まあでも楽天もね、うん、ポンセとターリーっていう、はい、ロッテ方式になってきたね。うん、あの他球団からっていう。うん。でも戦力外になったから取ってきたわけじゃないもんね。そうなんですね。別にターリーも広島残るかなって思ったし、うん、ポンセも日本ハム残るかな。ロッテ方式は戦力外になった選手を取ってくるんだけど、うん、なんか楽天は競合してね、はい、何があったんだろうね、うん、そこになんかお金使われへんとかね、はい、本社のっていうのがあるからお金使われへんって言ってる割に、うん、そこね、はい、でも大きいよね、そこ取れたら、ね、いや大きいですよ、かなり。先発もおらへんしな、はい、でアメリカから連れてくるやつはろくな活躍せへんしななかなか当たらないんだね。だってバニエロス見た見た、去年1年間、はい、バニエロスっていう個人名、はい、単語で多分ほぼ使ってないよ俺。そうですね、うん、こういう最初のシーズン前の分析でしか多分言ってないと思います、うん、ギッテンスもシーズン終わってからの方が名前言ったよ。そうですね、うん、何やってるんだって意味でね、ギッテンスみたいな、はい、アキーノとギッテンス、はい、ね、フランコ、はい、いやちょっとそうですね、なかなか、ね、うん、ね、やっぱあれちゃう、はい、ウィーラーの呪いちゃう。ウィーラーの呪いですか、うん、やっぱあの、はい、活躍するやつ出しちゃうから、うん、そうですね、うん、ね、まあでもサバイバルポジションで言うと、はい、うん、まあ、キャッチャーはサバイバルだよね。そうですね、普通に考えて、まあ、住谷がいなくなったけども、まあ、太田、うん、安田、はい、まあ、その2人が筆頭ですかね。ちょっと高いレベルで競争してほしいよね、うん、正直、はい、どうだ堀内。堀内くんね、全然出てこないんですよね。ねえ、うん、石原もなんかルーキーの時だけだったね、なんかあのこう存在感、うん、まあ、はい、キャラクターだけね、うん、ぽっちゃりして、すごい可愛いんですよね、うん、お菓子大好きでね、なかなかね、うん、厳しいよね、キャッチャーね、はい、うん、正直出てきてほしいな、堀内くん、うん、ファースト、はい、え、確定してんの、え、浅村もセカンドでいい？かも DH、 うーん、セカンド小深田選手が結構守ってたんですよね。でも去年サード小深田が多かったじゃん。もう多かったです。でショートは村林でしょ。うん、そうですね、うん、で内野が結構安定してないんですよね。浅村どこ守るか問題だよね。浅村サードにコンバートっていいですよね。でも浅村がサードやるぐらいだったら浅村ファーストの方が絶対いいよな。浅村ファースト、セカンド小深田、サード茂木の方が良くない？茂木選手が果たして、でも去年全く出てないじゃないですか。でそれは なんで使われなかったんだって、まあの本人の責任で出れなかったのか、はい、何かのあれで出れなかったのかによるからロッテ田村説あるからね。ロッテの田村のよ、ね、その監督が変わった瞬間に、はい、めっちゃ使われるみたいな。あ、だそうですね、うん、だから なぜ使われなかったのか、はい、本人の問題なのか、うん、外的要素が含まれてるのかが分かんないからね。そうですね、正直、うん、だから絶対俺は茂木は出た方が良かったと思うけど、うん、結局浅村がサードに、そうですね、三塁で監督がいてくれた方がいいから、はい、いやもう一回チャレンジしてくれって言うわけよ、うん、嘘ばっかり、はい、だってそれで浅村サード行ったらショートの村林は確定でしょ、はい、で浅村サードも確定じゃん、うん、で小深田セカンド確定やん、うん、そんなのですね、もう行ったって、うん、で次誰使うって言ったら、はい、黒川使っちゃった方がいいやん、はい、未来に向けてはよ、うん、そうですね、正直ね、うん、いやそうですね、うん、でファーストがじゃあフランコとか鈴木大地うんですね、阿部そうだ、阿部選手もいるもんな、うん、で伊藤幸也、うん、もうねいい活躍してますからね。浅村だったらね、うん、えで外野は、はい、しま、まあ、島内どう大丈夫あの普通にいけるはずなんですよ大丈夫島内は、ね、ちょっと去年やっぱあれですかね、年俸問題とかがあってちょっとこうあれだったのか、ね、そんな関係ないやろどう、まあ、絶対確定なのはセンター辰巳だね。そうですね、うん、これはね確定だと思います。うん、それ以外は結構おご、いやでもやっぱ去年もいい活躍でしたけど、でも出たり出なかったりだったと思うんですよ、うん、じゃあもう外野はじゃあレフトライトは競争だね。はい、岡島選手もいるし、うん、そうだね、島内選手、おご選手、あと渡辺義明選手、うん、武藤、はい、武藤選手あんまでね去年は出てこなかったですけど、ね、うん、で田中和樹選手もいるしね、今年選手会長になりました、うん、山崎剛、どうする？去年でもショートそれだったらもう森外野行った方が良くない？でも外野も溢れてますよ。いやでも決まってないじゃん。確かに、まあ内野なんて決まってるから。そうですね、うん、ファーストだけサバイバル、
え、でも安倍選手、あ、そっか、確定じゃないじゃん、フランコも安倍も鈴木大地も確定じゃないじゃん。でも去年小深田選手外野も結構やってるんですよ。うん、行くレフト小深田でも島内とか、島内選手はでも出るとしたらレフトなんですよ ね、 ね、なんかあれやな、やっぱ不安要素満載やないや、人はいるんですよ、喋って、ね、人はめちゃくちゃいるんです、全チーム人がいますそうですね、うん、うん、で固まポジション固まってないんですよね。じゃあもう平も行くとこないな、浅村がサード行ったら。そうです ね、 ね、去年フレッシュオールスターでよかったけど、うん、そうなんですよね。俺的にはよ、はい、もうファースト浅村、うん、でそれが私もいいと思うな。いいやろ、はい、でもうそこ確定させて、で、うん、あの小深田が俺はセカンドでもいいから、はい、サードにフランコ、うん、鈴木大地、はい、模擬、うん、伊藤とかで勝負させて、はい、でショート村林、はい、で外野が、まあ、辰巳センターいて、うん、まあ、普通にやったら島内いけるんちゃうかと思うけど、うんうん、どうなるかまだちょっと分かんないから、はい、その島内とか王鵬とか渡辺とか、うん、ね、岡島とか田中和樹とかで勝負して、うん、はい、去年の活躍で DH もおらんで、うん、ちょっと層薄いな。いや多分 DH を浅村選手でいい気もするんですよね。そしたらサードとかやらさんでいいやん。はい、で何かあったらファーストでよくない。うん、いや私もそう思います。ファーストか DH でいい気がするんですよね。はい、サードいらんじゃなくていい、無理にな、うん、ファーストどうしてもこれつはさファーストで外せんから、うん、ファーストでよくない。うん、私もファーストでいいと思う。ファースト固定か DH なあ、うん、なんかちょっと薄いな、はい、ね、ちょっとだから浅村次第やな。浅村は俺ファーストの方がいい、絶対なんか他の選手のバランスが良くなると思うけどね、うん、正直ちょっと不安や な、 そのなんか不透明すぎるな、うん、不透明なんですね、うん、一人一人は結構いい選手ってタイトル取ってたりもするのでいいんですけど、全体的にちょっと怪しいな。じゃキャンプシートロック見よう、はい、誰がどこ守ってんのか誰がどこ守ってんのか見よう。ちょっと多分出る選手は決ま何人か決まってるけどポジション決まってないんですね、うん、ちょっと怪しいな、うん、カチッと決まんなさすぎて、はい、ね、うん、でえピッチャー、はい、ピッチャー先発、まあ、マー君でしょ、はい、で岸でしょ、はい、早川でしょ、はい、庄司投手、うん、庄司ね、うん、4人、まあ、こっからだからサバイバルじゃないですか、うん、内とか内ね、内だから藤平、藤井勝投手、うん、滝中、うん、と湯気から島じゃない、うん、そうですね、それとこ小茶じゃない、小茶投手ね、うんうん、やっぱちょっと怪しいな。で、ポンセ、ポンセ、あ、そうだ、ポンセ忘れてた、ポンセ投手、これ入りますよ、うんうん、だから 1,2,3,4,5 人決まってんね、はい、あと1人だね、うん、でもちょっと薄いな、やっぱり全体的に。そうかね、そうですね、うん、うん、で、リリーフが、はい、松勇気いなくなったから守護神が則本ね、はい、ターリーね、はい、で、孫ね、はい、で、酒井ね、はい、渡辺翔太で、鈴木空は確定やんな、はい、うん、そうですね。宮森もな、去年かったな、ね、一昨年よかったのに、うん、あと伊藤真央、まあ、去年中盤だけでしたよ ね、 ね、だから出てくるか、1,2,3,4,5 5人、うち投手が本当に先発にこう行くか、でもいかんとやばいやろ人数的に、うん、いやまあでも5人決まってるんで、決まってても、うん、もうおっさん多いよ、ベテラン1年間持つかどうか分かんないから、はい、結局は、はい、そうですね、うん、だから逆に言うとそんなもううちが先発行くんだったら先発でやらしていかないと、うん、そんなその場すぎの時やったって次に行けないよ。そうですね、うん、じゃあうち投手は先発で、うん、やっていかないとね、うん、そんななんか中途半端にやってても将来像が悪いよね。そうですね、うん、で、まあ、小蛇とか、うん、あと松田投手が一軍スタート、佐々木袴田さんおすすめのワン、ワン、うん、ワン、ピンチェン、清宮ね、はい、セミア、うん、あ、セミア一軍スタートしました、セミア投手、ここら辺がね、はい、どうなるかっていうところあるけども、うん、方程式が渡辺、鈴木、ターリー、則本、そう、そうですね、ターリー、ワッピー、則本投手とかですかね。だから安楽のポジションを酒井がするのかな、
ああそうかも、あそうか、酒井投手、そうですね。ね。うん、去年、まあ、ポンセとターリーが来たのは大きいね。大きいですか。普通に考えてね。めちゃくちゃ大きい。これは、はい、ね、どっちも しっかり使えるからね、うんうん。これは非常に大きい戦力になると思うけども、はい、やっぱこのね、うん、年齢分布図見ても、はい、30前後がほぼ全滅してるピッチャー。はい、でベテランに頼り切ってて、うん、若手の押し上げじゃないから、はい、分布的にやっぱ悪いよな。そうですね。だ31歳以上の選手たちが今めちゃくちゃ活躍してるってい いやそこが中心だけど中心になってないのよ。なりきれてない感じ。だって2桁勝たへんやん。そうですね。でリリーフでもがっつり方程式おらんやん、うん、結局は。だからそこら辺がやっぱりチームが安定しないところなんだよね、うん、こういったところがね、はい、うん、やっぱりなかなかちょっと厳しいな。厳しい、うん、いや厳しくない。いやなんかね、やっぱねファンはね、いやでもいい人いるなって見えちゃうんですよね。絶対10勝できるやつ誰？絶対10勝、うん、いない。でも10勝できる選手はいっぱいいるけど絶対はいない。いやできる選手は絶対だから。あのでも去年もう打線が序盤本当に悪かったんで、うん、あそこで普通に打ってたら岸投手とかはもう余裕で10位いってたと思うんですよ。去年も9勝してるんで、うんうん、でもあの一昨年は前半良くて後半失速するやん、はい、で真夏の大失速だったんですけども、だから結局何が問題かっていうと、うん、失速してる時に大会選手がいないから走が薄いんで、まあ、そうですね。だから止まりきらないんで、うん、正直ね、それが止まんないんですよね、うん、止まんないし上げていかないし、はい、結局そこの復調待ちになるから、うん、ダメでも使い続けなきゃいけないんだよ、はい、だからそこら辺がちょっと若手の付き合いがないところがきついよね。そうですね、うん、だからまあ今年のドラフトで高校生のね、酒井とか瞳とか日向とかこのウォーターズ、はい、ジュルミね、うん、ジュミルか、うん、とか大内、ね、青野とか、うん、ここら辺の高校生がどこまで育っていくかは大事になってくると思うんだよね、うん、だから最近でいうと高卒で育ってないんじゃないの、野手もピッチャーも。ピッチャーはまあ内投手とかっていうのがまあもうこっからじゃん、まだビッグ、そのもうなんか中心的にみたいなのが、そう、藤平投手とかもなかなかね、うん、野手とかもね、うん、高卒でなんかハマってないじゃんね、うん、みんなそうですね、うん、みんな大卒とかだから、うん、そういったところではこのね、今年取ってきた高校生とかが育っていかないとちょっと未来に向けてはきつくなってくるからね、うん、そこら辺だね。打線はハマると強いんですけどね。だからキャンプはね、どこ守ってるか見よう。いや、本当それですね。誰がどこ守ってるかで大きく情勢変わるから、はい、そこだね、うん、まあ、ピッチャーはやっぱ若手とか育成の突き上げでどこまで伸びていくかだから、うん、はい、ね、ぐっと押し上げれたらね、うん、投手陣も若手が安定してくるから、はい、まあ、そこのキャンプオープン戦も含めて伸びしろ勝負だね、うん、でも枠としては一つずつぐらいですか。枠は先発は 1,2,3,4,5 だからね、はい、あと1個だね。1個でももうあのマー君とか岸とか押しのけた方がいいけどね、正直ここがもう確定で、だってぶっちゃけここはまだ 1,2 番手候補だからね、はい、それはダメなのよ。ここが 5,6 番手で、だから阪神の時のように、はい、いや西も青柳もやばいな、強くない？そうなりたいですよね、うん、ここマー君と岸安泰だからね、はい、40歳と36歳だ。早川投手とかがもうズバ抜けてエースになってないと本当はいけない、うん、数が6人、マー君と岸が 5,6 番手で他4人がもう確実な安定感10勝できる数がバッチリいるようになってくると強いよ、うん、いないですね、うん、はい、だからそこだね、これやっぱこの25歳前後の突き上げがどこまでできるかによってまだね、こう投手陣が安定するといい形になるから、うん、はい、でもやっぱり松井裕樹も抜けるからね、則本がどこまで守護神がねうまく機能するかが、うん、適正能力はあると思うからね、はい、そこがポイントだね、うん、多分則本崩れたら終わるな、はい、他がそこめちゃくちゃね、ね、うん、結構大事だからね、はい、でもまあポンセのターリー取れたのは結構でかいからね、いや今から本当にかなり、うん、だからもうキャンプはね、あのシートノックの守備位置見ましょう、はい、誰がどこ守ってるかな。